本当はですね、まあ、この後に、まあ、作例を、まあ、流したいと思っていたんですけど、まあ、いろいろとね、まあ、このモザミニ MX、はい、こちらの使い勝手といいますか、まあ、いろいろとこう癖のある商品でもあるので、各社ねやっぱそれぞれジンバルの操作の仕方っていうのは、まあ、違ってますし、であとねこのアプリの癖なんかもね、まあ、あるので、ちょっと作例よりも、まあ、先にこちらの、まあ、操作の方をお話した方がいいんじゃないかなというところで、また合わせてちょっと私もこうこのスマホ用ジンバルでいかに安定的に撮れるかっていうのをこう試行錯誤しながら実際に作例をお伝えしたいというところもありますので、まあ、ちょっと順番はちょっと変わってしまいますけど、今からですねちょっとこうまず基本操作の部分っていうのと、まあ、実際に私が数日使ってみた部分での使い方の部分をご紹介していきたいと思っています。はい、ということで、まあちょっとね、実際使ってみていろいろとまあ思うところもありますので、まあ、そのあたりをね、お見せしていきたいと思います。でまずは、基本操作というところで、はい、まず電源入れます。はい、でまずね操作のしやすい部分で言うと、ここのね、電源ボタン兼、録画ボタン、まあ、ここのねボタンを3回クリック 1,2,3 ってすると、まあ、縦になります。はい、でここからアプリの方に、まあ、入っていただくということですね。はい、で、まあ、このねモザジーニーのね、アプリを立ち上げます。はい、でまずね Bluetooth 接続が必要になりますので、この Bluetooth の接続をしていきます。はい、でここで接続ということですね。はい、これでねペアリングができました。はい、でもう一回ねこの 1,2,3 押すと、まあ、縦横の切り替えができるよということになります。はい、でまあ私がね一番困っている部分で言いますと、これ動画から写真とか、まあ、タイムラプスとか違うモードに変えてしまうと、その設定がね一部リセットされてしまうんですよね。まあそのあたりが結構まあ面倒くさくてですね、まあ、例えばこのね、写真撮影の方に切り替えるとですね、まあ普通にもちろん写真も撮ることができますし、まあいろんなモードもあったりとかするんですけど、今からねこのビデオに切り替えて動画に切り替えると、これね、まあ、さっきはね 4K60p にしていたはずなのに、毎回ねこれフル HD にねが、まあ、画角がまず変わるんですよ。フレームレートの部分も、まあ、30fps に変わってしまうっていうところで、毎回これをねしなきゃいけないっていうのが、まあ、超めんどくさいです。はい、いきなりなんかこう辛口ではありますけど、まあ、ここの部分は、まあ、結構ね皆さん大事になってきますのでご注意ください。ブレの少ない動画を撮るという大前提で、まあ、基本操作の方を今からねお伝えしていきますけど、まずビデオにします。はい、で、まあ、私の場合はもう常に 4K で 4K にこだわっていますので 4K にします。はい、でフレームレートも、まあ、できたら 60p がいいかなというところで 60p にします。はい、であとですね大事なのが、まあ、まずここのところですね。はい、でこの極端な速度モードって書いてあるのが、まあ、おそらくスポーツモード、動きの速いモードになるかと思います。はい、今ねこれやってみますと結構これクイックに動くんですよ。はい、まあ、なのでこれを解除すると結構ねゆっくりになりますので動きが。はい、ここをまずね解除することをお勧めします。はい、まあ、クイックになりにくくなるというところですね。はい、であと、まあ、やっておいた方がいいかなっていうところが、ここの水平がちゃんと出てるかどうか、まあ、確認してください。まあ今出てるかな。でちょっとね水平が出てないよっていうことであれば、ここで調節してあげれば傾きが変わっていきます。はい、で水平がね出てきましたよね。まあ、これで水平が保った感じになるかと思います。はい、であと、ロッカースピードっていうのがこのね、
ジョイスティックの動きになりますので、これはねお好みにしてください。まあ今ね私は遅いにしてますけど、もともとはねデフォルトは中だったかと思います。まあちょっと速くなりましたよね。はい、で、私は遅いにします。あとやっておいた方がいいところは、まあここは大丈夫ですかね。で、次ここ情報表示の多分オンオフだと思います。で、次。で、ここで必要なのが、これもね、毎回切れる感じがあるんで、実際ね、私が試してみたところ、やっぱり手ブレ補正はオンにしてた方が滑らかな映像になるかと思います。で今ねこれシャットダウンって書いてあるのが切れてる状態になりますので、これはね入れておいた方がいいかと思います。でただこれね今この画角になりますけど、これをねオンにするとこれ標準シネマティック自動ってあるんですけど、これね標準にしかならないんですよね。今自動押しましたけど標準になるんですよね。ちょっとこの辺りもねよくわからないんですけど、ちょっと画角が変わったの分かりますかね。はい、若干やっぱりねそのクロップして、その分あのこの枠の中で処理するということになるかと思います。まあ、なのでこれは一応標準でもいいですから、あのオンにしておく方があの安定的な映像になるかと思います。あとはねどうかな、まあ、ノイズリダクション、まああとはあの問題ないかと思います。で私は結構この水準器を使いますのでオンにしています。これはねちゃんとあの記録されるんですけど、はい、ざっとそんなところですかね。初期の設定でおすすめなのは、まあ、なのでその撮影モードを切り替えるとリセットされる部分がありますので、もう本当にまず最初に撮影開始する前に確認が必要なのは、あのまず画角、まあ、画質の部分ですね、まあ、4K かどうかをまずチェックするっていうのと FPS、30fps でもいいとは思うんですけど、まあ私はね 60fps で、スローにしたり、まあちょっとこうスピードコントロールをしたいので、60fps にしています。あと先ほどの手ブレ補正の部分もしっかりねあの入っていることを、まあ、確認した上で撮影開始してください。今度はこのねジンバルの基本操作の部分になりますけど、まずこの動きの部分ですねになりますけど、初期はパン、ここにねこのパンって書いてあるんですけど、パンのモードになっているかと思います。はい、パンっていうのはこのね左右の動きだけですね。はい、左右の追従をする形になります。はい、でこのモードを切り替えるためにはこのね、ズームコントロールのこれボタンになるんですけど、それの上のボタンを1回押すとパンチルトモードになります。でパンチルトモードっていうのは左右、あと上下の動きもねあの追加されます。はい、でもう一回ねパンだけになると左右だけで上下は固定になります。はい、まあ、こういったねモードになります。まあ、それの、まあ、切り替えのボタンになります。今度ねこの下のボタン、このボタンを一回押すと、はい、これは POV モードになるかな。はい、まずこの横の左右の動きと上下の動きと、今度ねこの斜めの動きも追加されるようになります。はい、であとですね、まあこの POV モードの時にですねジョイスティックの左右を動かすと、この回転する動きができます。はい、まあ、こういうことができるようになりますということですね。で、まあ、トリガー、このね後ろのトリガーをダブルクリックするとあの最初の位置に戻ります。コンコンと、はいですね。あと、まあ、気になるところで言うと、さっきのね、この回転させるとこのね画面がくるくる回っていっちゃうんですよ。
はい、今これ縦になりましたよね。こうなるので、この画面固定をしておくことをお勧めします。はい、で、もう一回ね、この下のボタンを押すと、はい、POV モードから、通常のパンのモードに変わります。はい、で、あと、このね、トリガーを長押しするとロックモードになりますので、何をしてもね、こう向きが変わらない形になります。で、もう一回ダブルクリックして、はい、あとここのね、トリガーを3回クリック、1、2、3ってするとこのインカメになります。はい、でもう一回ね、3回クリック、1、2、3ってすると、はい、アウトカメラに変わります。ここでね、また見ていただきたいのが、またこの画質の部分がフル HD にね、変わってしまってるんですよね。まあ、この辺がね、正直使いにくい。毎回これをね、見ておく必要があるかと思います。これね、メモリーできないんですかね。で、あと、ここのね、マニュアル撮影にしてたのもオートに変わってたりとか、まあ、こういった部分でちょっとね、私も苦労してまして、まあ、この辺、なかなか初めて使う人っていうのは結構難しいかなというふうに思います。こだわらずにオートで撮るのであれば、まあ、全然問題ないんですけど、ただ 4K で撮りたいのにフル HD にね、勝手に切り替わってしまうっていうところが結構難点だと思いますので、特にこの私が持っているこの機種 iPhone XR っていうのが、アウトのカメラが 4K 撮れますけど、インカメラが 4K 撮れないんで、まあ、そのせいもあるかもしれません。まあ、両方とも 4K が撮れるカメラ、まあ、スマホであれば、まあ、その辺はね、切り替わらない可能性はあるんですけど、まあ、その辺ね、またご注意くださいということなので、もう一回ね、これ 4K にし直さなきゃいけないっていうところが、まあ、一つね、難点ですね。あと大丈夫かな、これは大丈夫ですね。もうね、毎回これをね、確認しておかないと不安でしょうがないんですよね。で、まあ、手ブレ補正もちゃんと入ってますね。はい、まあ、この状態でいいかと思います。はい、で、あと、私が撮ってて思ったのが、フォーカスが動くっていう部分と、まあ、露出がだいぶ明るいところを持っていくと急激にこうワッと暗くなったり、まあそれはそれでね、オートで撮る分には全然問題ないんですけど、私はそれが結構その映像的には違和感になるので、私はこのね、オートではなくってマニュアル撮影にします。で、マニュアル撮影っていうのはこの辺ね、シャッタースピードが固定でね、設定することができますので、まあ、例えば今の環境で言うと、私はね、60分の1にします。はい、60分の1にしましたね。で、ISO感度は、まあ、これをね、まあ、オートでもいいかなとは思うんですけど、まあ、ここはちょっと飛ばします。で、あとホワイトバランスの方も自動だと結構色がね、変わってきますので、これも私はオフにします。で、だいたいいつも私が設定している数値で言うと 4800K なんで、そのあたりで止まるような感じでします。ちょっとね、ぴったりするのね、なかなか操作難しいので、はい、っていうところかな。で、私の 10R に関しては、アウトカメラのレンズが一つだけになりますので、まあ多分複数ある、iPhone とかスマートフォン、Android のスマートフォンであれば切り替えができるかと思います。あとは、はい、大事なところが、あとそのフォーカスの部分ですね。この丸と四角があるかと思うんですけど、このね、丸っていうのがこの明るさに合わせたいな、まあそうだな、例えばね、これに合わせると今周りが暗くなりましたよね。はい、で、この明るさで固定したいよってする場合は、このね、ロックをかけます。
そうするともう暗いままになります。これを解除すると、はい、あの ISO 感度が調整されて、あの明るくなったりします。はい、でこれっていうのは、私的に言うと暗いところは暗いまま、明るいところは明るいままで撮れるような状態にしたいので、基本的にはね、明るさも固定したいなというふうに思っています。まあ、なので、まあ、同じように明るさを固定したいっていう方はですね、まあ、こういった方法があります。で逆にね、まあ、オートでもいいよっていう方は、まあ、全然このまま使ってもらってもいいかとは思います。で、もう一個ね、この四角の部分ですね、四角の部分が先ほど言っていたフォーカスの部分になりますので、ちょっとこっちに入れ替えようか。はい、でこれね、まずドアップのところでこれフォーカスを固定します。でそうするとこのカメラの方がね、今ボケたままになっているかと思いますけど、まあ、こういった状態になります。でなぜねこれをするかと言いますと、まあ昨日ですね、タイムラプスを撮ってみたんですよね。でそうすると仕上がったタイムラプスの動画が、あのもうフォーカスが、要はフォーカスブリージングがめちゃくちゃ起きていて、あのちょっとね、見れるタイムラプス動画ではなかったんですよね。まあそういった時に、あのこのフォーカスの動きを固定する、まあマニュアルフォーカスにするということですね、をした方がいいかと思います。まあなのでこの2点ですね、露出の部分とフォーカスのロックっていう部分を、まあ、これでね活用してみてください。まずね、大前提としてこの操作が、まあ、分かっていないと、まあ、撮影がねうまいことこう始まっていかないかと思います。はい、もう本当にこれはね、もう肝の部分だと思いますので、まあ、今回ねご紹介させていただきました。でまた次回以降はですね、いろんな本当に機能がありますので、まあ、例えば、あの、私が試してみた部分で言うと、まあ、トラッキングの部分とか、はい、こういったトラッキングの機能がありますので、まあ、これもできますし、タイムラプス動画もそうですし、で、まあ、スローモーションも、まあ、できますので、スローモーションはね別に普通にこの iPhone のアプリの中でできるのはできるんですけど、はい、まあ、タイムラプスもできるかな、はい、最近は、まあ、なので、このジンバルを使って、まあ、タイムラプス動画で楽しめる部分で言いますと、まあ、ハイパーラプスですね、まあ、何秒おきにあのシャッターを切りながら早送りみたいな映像を撮ることができます。はい、まあ、そういったものだとか、あとは、モーションタイムラプスっていう A 点から B 点に動かしながらこう撮影していく、まあ、その撮影方法ですね、まあ、そのあたりも、まあ、簡単にできるようになっていますので、まあ、それはもうちょっと撮ってあるか、それをご紹介しておこうかな。はい、まあ、そういう形で、まあ、撮れますよということですね。最後にですね、このモザミニ MX を、まあ、使ってみた感想としましては、私もですね、もういろんなジンバルをね、まあこれまで使ってきました。で、まあミラーレス用、まあ一眼用の、ジンバルだとか、で、このスマホ用のジンバルっていうのも、まあかなり使ってきましたので、もう本当に素直な、私のね、感想をさせていただきますと、まず、このね、全体としての作り安定感はほぼほぼスマホ用ジンバルの中ではかなりレベルの高い状態になっているかと思います。で例えばあの対抗となるメーカーさんで言いますと、あの DJI さんのね、オズモモバイル、もう今は OM4 とかね出てますけど、まああのあたりがあの基本的な競合のジンバルになるかと思います。で実際ね、私はオズモモバイル3だとかオズモモバイル4もまあ触った経験もありますので、そのあたりとまあ比べてみても、まあ遜色ないジンバルになっているかと思います。
で、しかもお値段がまあ1万円ぐらいで買えるかと思いますので、まあ、そのあたりも含めておすすめできるジンバルかなというふうに思います。あの折りたたみもできますし、軽量コンパクトで持ち運ぶこともまあできるかと思いますので、まあ、そのあたりはまあほぼほぼまあ変わらないかなというふうに思います。まあ、あと、まあ、アプリの安定性だとかアプリの使いやすさで考えると、まあ、どちらかというと、まあ、私はねその DJI さんの、まあ、OM4 とか OSMO モバイル3の、まあ、アプリの方が使いやすいかなとは思います。あとこの操作感についても、まあ、これはね好みかもしれないですけど、そのモード切り替えだとかの分かりやすさも含めて、まあOM4 の方が分かりやすいかなとは思います。結構このモザのねジンバルっていうのはミラーレス用のジンバルもですねかなりマニアックな作りだったりするんで、そういったこうこだわった撮影をされる方っていうのに、まあ、向いているかなというふうに思います。はい、もう本当にねこういったこうマニュアルの撮影ができたりとか、まあその OM4 ももちろんできるんですけど、結構事細かくあの設定できたりもするんで、まあそのあたりも大きくこだわりのある方におすすめできるスマホ用ジンバルじゃないかなというふうに思います。私はどちらかというとこの純正のねモザジーニーのアプリじゃなくって、まあ、フィルミックプロだとか、まあ、そういったその別のアプリ、もともと入っているカメラアプリでも全然ね問題なく使えるかと思いますので、今回その操作についての設定についてはですね、このボタンのねモード切り替えについては違うカメラアプリであってももちろんね使えますので、まあ録画開始とか、まあ、その部分ができなかったりしますけど、それ以外のブレない映像を撮るっていうことだけで考えたら、まあ、全然ね違うカメラアプリでも問題なく使えますので、うん、まあ好きなアプリをね使ったらいいかとは思います。はい、でそのフィルミックプロであればあのちゃんとね設定したものが残ってたりとか、手ブレ補正も分かりやすくあのアプリの方がね作られていますので、まあ、その辺もおすすめできるかなというふうに思います。こういう場面ではこう使った、まあ、この機能を使った方がいいよとか、まあ、そういったところも、まあ、今後ねお伝えできればなというふうに思っていますので、まあ、引き続きね、私の動画、私のチャンネルを、チェックしてみてください。はい、基本的にはニコンさんのねカメラのお話を中心にしていますけど、まあ、かなりレビューの数もやってきてますので、まあ、マイクのレビューだったりとかジンバルのレビューだったりとか、まあ、ライトのレビューだったりとか、まあ、本当こうカメラ機材関係のお話しさせていただいてますので、まあ、ぜひですね、好きな方は、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。またサクレ撮ります。